はい、本日はですね、珍しく車の中からスタートということになってるんですけども、今からちょっと南の方に買い物というか、ほんまはちょっと企業さんとの打ち合わせがあるんですけども、最近なんでか知らないですけど企業さんとの打ち合わせがちょっと多いんですよね。で、まあその理由はまあまあこの動画の後半でわかると思うんですけども、まあ、そのために行くということになってて、で今日は僕一人なんですけども、まあ、最近のちょっとコロナの影響もあってですね、もう最近全く電車を使ってなくて、今日もちゃんと車で行っております。で嫁からも、絶対に公共交通機関は使ってはいけませんと、でしっかり消毒もしなさいということでアルコールも持たされているので、今から南に向かうんですけども、南が企業さんとの打ち合わせが2時からなんですよね。で今が12時なんですけど、先にちょっとアップルに行きたくて、でアップルでちょっと欲しいものがあるので、もう先にそれをもう予約してるので、それを買いに行って、でそれが終わってから時間があればちょっと秋服とかを見たくて、市場調査ですよね、どういうのが今流行ってるかっていうのをちょっと見に行きたくて、でそれを見に行った後企業さんと打ち合わせして買えるという Vlog になると思います。では、今からは南に行きたいなと思います。はい、これが大阪の街の風景です。ではまずは難波到着しました。しっかり嫁にですね、アルコール持ったって確認されたので、一応アルコールも持ってますよというこちら証拠になってます。で今からまずアップルに行きたいなと思います。アップル行きます。はい、それでは行ってきました。こんな感じで、今回キーボードを買いました。で今からはちょっと秋服とかの冬を見に、服を見に行きたいなと思いますので、もう一回堀江の方に戻ろうかなと思います。こんな感じで平日はガラガラでございます。今日までですね、確か休業要請とか飲食店が入っているので、そのせいで多分ガラガラやと思いますが、空がありましたね。ちょっと空に行ってきます。行ってきます。まだ空はあれでしたね、夏物が結構メインな感じだったんで、レトロ X 次いつ入るんですかって聞いたら、今月末ですって全然愛想のない店員さんに言われました。まあ暑いからちょっとやる気なくなってるのかもしれないですね。で、まあ、ぼっちらぼっちら服屋さん見ていって行きたいんですけども、なんかまだ秋物が入ってないっぽいんですよね、どこも。そやから久々にカフェのお姉さんの前でもちらっと通って、おそらく今日は木曜日やからいてないと思いますが、まあ、一応通るだけ通ってみて、でそのまま、企業さんのとこに行こうかなと思います。歩いて30分ぐらいかかるので、電車は使うなって言われてるので、さあ行けるんでしょうか。いてませんでしたね、残念ながら。世界最高レベルのコーヒーが飲める店、そして世界最高レベルの綺麗なお姉さんがいる店なんですが、今日はお姉さんがいてませんでした。はい、それでは行ってきました。なんかやっぱりまだ秋冬が立ち上がってないようで、なんか今年は、まあ、どこの店もそうなんですけど、やっぱコロナの影響でなんか全体的に遅れてるって言ってました。なんか毎年どこもそうなんですけど、盆明けぐらいには秋冬のものが結構出てるんですけど、ちょっとせっかく市場調査やって歩き回ってるんですけど、全然意味がなくて、ただただ暑いというだけで、本来ならこの辺でアイスコーヒーを飲みに喫茶店に入りたいところなんですけども、
まあ、これ喫茶店入ると、嫁に怒られますので、ただただ今から直射日光を浴び続けながら、本町の方へ歩いていきたいなと思います。距離がだいたい 1.7 キロほど歩くので、多分着く頃には汗びちゃおじさんになってると思いますが、向かいたいなと思います。行きます。ちょっとその前にですね、パタゴニアだけちょっと寄っていこうかななんて思ったりしてます。レトロエコスを今年買おうと思ってます。で、いつ買えばいいのか聞いていきたいなと思います。だからパタゴニアに行ってきたいなと思います。いや、行ってきました。どうやらなんか9月の下旬にオンラインでしか販売しないって言って、店頭はメンズは販売しませんって言ってたんで、レディースとかキッズはなんか販売するらしいんですけど、なんかメンズは去年問い合わせめっちゃ多かったらしくて、もうなんかオンラインでやってますっていうことで、それ以外にやったらこういう空とか、あとロフトマンとかやったらなんか先行で販売してるとは言ってたんですけどね。というどんだけお前はレトレックスが欲しいんやっていう話ですが、別にまあ僕そんな欲しいわけじゃないんですけども、多分これ見てくれてる方の中でも欲しい方いらっしゃると思うので、なんか直営店は行っても多分ないと思うので、二度足というか無駄足になると思うので、まあ一応それの報告ということでした。しかし遠いですね本町、あと30分しかないけど間に合うかな。ちょっと行きます。いや、ようやく到着しました。ちゃんと10分前ぐらいに着きました。では今からちょっと打ち合わせというかお話しして、この後に皆さんにお伝えしたいなと思います。では行ってまいります。行きます。はい、ということで行ってきました。ちょっともう歩きすぎてもヘトヘトで軽い熱中症気味になってるんですが、今日話してきた内容はですね、ちょっとパーカーを作ろうかなと思ってて、でメイドインジャパンにこだわった釣り網機のパーカーを作ろうと思ってるんですが、まあ、なんかもう既製品で売られてるのもいいんですけど、なんか一から作るのって面白いじゃないですか。でそれこそ前セカンドチャンネルでちらっとその話はしたんですけど、まあ、今回僕一人で作っても面白ないから、なんか一緒に作りたい人とかがいてたら、一緒に作りませんかというお話を、今日は最後に放り込みたいなと思います。まあ、具体的に言うとですね、グレーのパーカーを作ろうと思ってて、でこだわりにこだわり抜いたグレーのパーカーをメイドインジャパンで作ろうと思ってるので、全ての会社さんに許可を得て、縫製工場、あと糸の会社、あと生地の会社、釣り網機の会社、もういろんな会社に許可を得て OK 出てるので、ゼロから作っていきたいなと思います。ほんまにシンプルな感じやけど、実はこだわってるっていうのがいいじゃないですか。なんか変にこうロゴとかいっぱいあるのもあれやから、そやからまあ僕のタグとかもつけんと、もうパッと見はめちゃくちゃシンプルやけど、あ、めっちゃリブこだわりあるやんとか、めっちゃフードこだわりあるやんとか、めちゃくちゃこここだわってるやんみたいなのを作ろうかなと思ってるので、まあなんかそんな参加してみたいなっていう人がいてたら、募集します。多分動画説明欄に募集してるんちゃうかなとは思うんですけど、まあ、なかなかこういう機会がないと、まあ、既製品しか見ることできないと思うので、まあ、今回こういうのを機に、あ、こうやって作られてんねんなとか、まあ、そういうのをなんか気になる人は入ってもらったらいいですし、まあ、気にならへんという方は僕一人で作っていきますので、そんなことをやろうかなと思ってます。でも次回以降もするかどうかはもう全然決めてないので、もうとりあえず今回、人集まらなかったらもうやらへんし、まあ、人集まったら、まあ、もしかしたら次もやるかもしれないんですけど、まあ、とにかく一応今回が最後と思ってやろうと思ってますので、まあ、一緒にそういうパーカー作りたいとか、服のデザインしてる裏側知りたいなとかって思ってはる方は、動画説明欄からどうぞ。まあ、一応参加費とか もう無料で、もう誰でも入れるようにしてるし、年齢制限もないし、性別制限とかもないので、まあ、女性でも気になる方は入ってもらったらいいし、男性でも関係なく、未成年でも関係なく入ってもらったらいいかなというふうに思いますので、それを Facebook でやろうと思ってますので、 Facebook で、気になる方は入ってみてください。
まあ、一応完成したら終了なんで、まあ、今回一応命名するならあのパーカープロジェクトっていう名前でやりたいなと思いますので、まあもう既製品に飽きたとか、あの自分がこだわった一着とか自分がこだわったプロジェクトチームで作ったのが見たいとかっていう方がいらっしゃれば下の動画説明欄から見てみてくださいということになってますので、本日はですねちょっと軽い熱中症気味になっていますので、この辺で終わりたいなというふうに思います。あとは気をつけて帰りたいです。ということで、見てもらってありがとうございました。バイバイ。